クールオフィスプレゼンツ963-9959トーキークール。令和5年11月11日土曜日の午前8時半です。皆様本日のご機嫌いかがですか。土日も空いてるクールオフィスプレゼンツ法律フィットネス098-963-9959トーキークール、ヒュッキーです。今朝はいかがお過ごしですか。皆様相続登記終わってますか。来年義務化なので要注意ですよ。義務化については注意しないといけないポイントがいくつかありますんでね、ぜひお電話ください。面談で具体的にお話しいたします。相続登記はクールオフィスにぜひお任せください。その後もね、相続した後のね、不動産の売却結構皆さんねお困りですよね。例えばやっと相続登記終わったのに売却先がなかなか見当たらなくてとか、値段が折り合わないとかね、いろいろあるんですよね。依頼したね、あの不動産会社の扱いで価格結構決まったりしますしね、結構大事ですよ。土日も空いてる098-963-9959トーキークール、クールオフィスに電話いただくと良い不動産会社ご紹介できますよ。さらにね、小規模事業主の方や個人事業主の方、皆様の事業順調に推移してますか。皆様ね、5年先の後を見越してあなたに次ぐ後継者をね、育成始めましょう。事業承継とか合併とか M&A で考えるならクールオフィスですよ。税理士と連携して具体的で適切な対応を期待できます。それとね、御社の客観的な資料が重要ですよ。詳しくは電話かメールで、ウェブページはクールオフィスで検索。ではそろそろ始めましょう。法律フィットネス098-963-9959トーキークール。最近ね、リスナーの皆様、国際通りで行かれたことありますかね。最近の国際通りってね、なんかね、結構夏場もそうだったですね。今年なんかすごく盛り上がってますよね。先月のね、初旬もね、大綱引きが復活しましたよね。コロナの前に比べたらね、かなりお客さんが来てるような気がします。またね、外国の方が多いですよね。だって国際通りだから。え、違う。あ、そういえばね、国際通りってね、私実は調べたんですよ。そしたらね、その名前の由来がね、全然違っててね、びっくりしましたけどね。もともとね、国際通りっていう名前はね、第二次大戦のあたりにね、あの通りの真ん中ぐらいですかね、アーニーパイル国際劇場、アーニーパイルさんがね、なんかそのいわゆる広報関係の方、アメリカの従軍の広報関係の方だったらしくて、その方がお亡くなりになってですね、その方を記念したね、名前としてアーニーパイル国際劇場っていう映画館を作ったみたいですね。で、そのアーニーパイル国際劇場がある通りみたいなね、名前になって、で、それからね、少しずつ変化して、アーニーパイル国際劇場通りとかにね、買ったりとかしたんでしょうね。アーニーパイル国際通りが、アーニーパイル抜かして国際通りみたいな。なるほど、きちんとしたね、この通りの名前、歴史があるんですよね。単にね、那覇市さんがね、国際化するためにね、ちなんでつけた名前ではないですね。こういうふうな意味合いではね、アーニーパイル国際劇場も行きたかったし、見たかったですね。ね、でもね、皆さんね、お元気な方でね、このアーニーパイル国際劇場で映画を見た方、リスナーの方もおられるでしょう。アーニーパイル国際劇場、なんかいい響きですよね。行ってみたかったですね、私もね。そういえばね、最近昼間の太陽光線、やっと少し緩くなった気がするんですね。映画館真っ黒なんでね、映画館からすぐ外に出るとね、明るいですから。でもね、最近ね、紫外線、太陽光線もね、少し緩くなったような気がします。紫外線変わんないかな。夏場のね、レーザービームみたいなね、光よりもね、かなりね、夏場っていうか9月まではもう10月頭までかな、レーザービームですよ、やっぱり。でもね、もう11月なんでね、半ば近づいてきたのでね、やや弱くなったような気がします。実は私、紫外線過敏症で、昼間のね、炎天下に防御なしでね、しばらくいると肌が赤くなって痒くなってね、さらにね、これが当たりすぎるとね、腫れるんですよ。これがね、水疱瘡みたいにね、体の太陽が当たったとこだけ、当たったところがね、真っ赤っかになって腫れるんですよ。もうこうなるとね、痒くて痒くてね、もう思い出しただけでもね、痒みが出ますね。
ね、実はね、こういうね、紫外線過敏症の方って結構いると思うんですよ。太陽に当たってね、しばらく赤くなる方っていますよね。こんな方はね、おそらくね、まあ予備軍でしょうね。私と同じ仲間、紫外線過敏症。でもいいんですよ、紫外線にも避けるような形で生活した方が。だって老化の原因にもなりますからね。いや、赤くなるけどね、そこまでないよとおっしゃるあなたはね、大丈夫かもしれないです。だって病は気からって言いますからね。私もね、気で治したいです。それではね、まずは法律関係の話題からいきましょうか。朝からこんなの聞きたくないですか。そういう時、あなたの知識欲持ち上げてください。カバーしましょう。いろいろ学びたいあなたはね、営業の枕言葉とかね、職場の朝礼の挨拶とかに使いますよ。いかがでしょうかね。それではね、本日はね、今度はね、面白い海外の法律についてね、ご説明させてあげます。法律アラカルトみたいな感じですかね。今回はね、法律調べる必要ないです。でも気になった方はね、ご自身でウェブとかで調べてみてください。アラカルト外国版です。海外のね、変わった法律いろいろあるなーっていうのが、ね、実際ね、実感してるんですよ。トライアルファネットってね、ウェブページにね、変な諸外国の法律が掲載されてました。2020年6月25日制作ってことでね、まあ、2、3年前なんですけどね、そんな時に作られたホームページ、ウェブページなんですけどね、ちょっと紹介してみましょう。これね、飲食編。これね、各部門ごとに書いてあるみたいですが、まずは飲食編ですね。一つ、ホテルの部屋でオレンジの皮を剥いてはいけない。これはね、アメリカカリフォルニア州の法律らしいです。そして、二つ目、これまたすごい。チェリーパイにアイスクリームを乗せてはならない。これもね、やっぱアメリカですよ。カンザス州らしいです。ね、すごいですね。まだ三つありますよ。チューインガムは違法。ね。これどっか、だいたい皆さんわかりますか？シンガポール。シンガポールです。ね。あそこ、唾もピッて吐いたらダメですからね。まず一つ目のね、ホテルの部屋でね、オレンジの皮を剥いたらダメよって、何ですかこれ。法律で決まってるんですか？なんかあったんですかね、ホテルでね。オレンジ臭が充満してね、匂いが消えなかったとかね。まあ、ホテルのお部屋ですからね、匂いがこもることあるかもしれませんけどね。オレンジ臭、私は個人的には大好きですけどね。腐敗臭だったらきついけど、オレンジはね。ホテルの部屋でね、これすごすぎますね。オレンジ事件とか、かなんかかな。これ皆さん、ご自身で調べてみてください。続いて二つ目。これはね、チェリーパイにアイスクリームを乗せてはならない。これね、チェリーパイにアイスクリームを乗せてはならないで、これ、犯罪ですか？これって違法なんですかっていうところなんですよね。これ意味不明ですね。ある意味素晴らしいですけどね、これを法に決めているっていうこと自体がね。でもね、最近、今はね、廃止されてるようですね。そりゃそうですよね。これはね、個人の自由じゃんっていう感じでしょ。だってね、お前、チェリーパイにアイスクリームがダメって言うんだから。そして三つ目、チューインガムは違法。これシンガポールの法律ですね。ここはね、なんとなくわからないでもないです。シンガポールなんかね、チューインガムね、噛んだらね、どこ捨てるのって感じですよね。捨てるとこなかったらね、ペッてしまう。する人がやっぱいますよね。やっぱシンガポールですから清潔感大切にしてるんでしょうね。次にね、動物園。動物園ですよ皆さん。一つ、警察官は犬を静かにさせるためなら犬に噛みついてよい。これはアメリカです。アメリカオハイオ州らしいです。ね、噛みついていいって言ってるんですよ。逆でしょ。わかんないけど、犬に噛みつくんですかって感じですね。そして二つ目、魚をね、泥酔させたらダメ、泥酔させてはいけないって法律があるらしいです。これもね、アメリカオハイオ州、同じオハイオ州ですね。魚を泥酔させてはいけない。意味不明なんですがね。そして三つ目、消火栓にワニをつないではいけない。これもアメリカミシガン州らしいです。で、次4つ目、公共の場でヘビやトカゲを身にまとうことは違法である。カナダですね。これなんとなくわからんでもないですね。この動物園の4つはね、
まあ、外国だからね、あり得るのかなと日本国内で考えられます。ありえないですよね。いや、あり得るかな。まずね、犬に噛みついて良いっていうのは何か変ですよね。人間が噛みつくっていうことを標準的なね、その活動あるいはもう生活の一部みたいにね見てることして、噛みつくっていうのはまあ確かにね、あっちはね肉なんかにかぶりつくんでしょうけど、次に魚を泥酔させてはいけない。何ですかこれは。魚が泥酔してどのように、その泥酔してるってのはどうやって判断するんですかね。そこ疑問ですよね。あと消火栓にワニをつないではいけない。あ、これはねなんとなくねわからないでもないですね。消火栓でも消火栓ですよ。ワニつなぐかな普通っていう感じですよね。そして公共の場でヘビやトカゲを身にまとうことは違法であるという、何なんでしょうねこれね。生きてるものなんですかね、それともね、あのご遺体なんですかね。極めて難しいようなあれですよね。このようにね、外国の法律は変わったものがたくさんありますね。他にもあるんでしょうけど、まあ今日はこのくらいにしてですね、先日お伝えしましたように日本のね法律もねちょっと変わった方があるのでね、まだ声どこでしょうかね。そろそろね曲に参りましょうかね。今回はね曲ね、どういろいろ考えたんですけどね、やっぱりワンダイレクション Where the Broke Heart Go にしようと思ったんですけど、 What makes you beautiful の方がちょっと元気が出ていいかなと思ってそっちにしました。なのでね、ちょっと今日元気のある曲で参りましょう。ごめんなさいね、曲ね、ちょっと What makes you beautiful じゃない曲を流そうとしちゃってましたね。これだよね。これ I wish you ですね。ごめんなさい、曲名ちょっと違うかもしれない。とりあえず流しときます。曲名後で調べます。
誰でも気軽に電話できる 098-963-9959 クールオフィス那覇市役所からわずか2分の好位置で親族の相続登記、あなたの法人設立をサポート支援します。 098-963-9959 クールオフィス。司法書士、行政書士のお仕事は 098-963-9959 クールオフィスに全部お任せ。相続急がなきゃ、それなら 098-963-9959 クールオフィス。起業したい、それなら 098-963-9959 クールオフィス、全部お任せ。素晴らしくいい曲ですが、最後にまたちょっと余計な曲入っちゃいましたけどね。改めましてこんにちは、クールオフィスプレゼンツ 098-963-9959 冬季クールメインパーソナリティのヒッキーです。現在の肉体をまとった現時点で40年以上経過されている方、お元気でお過ごしでしょうかね。日頃のお体の調子はいかがでしょうか。日頃のお体の調子いかがですか。今回はね、多分ね、皆さん、分かりにくいようなねことについてね、少し改善についてねお話し差し上げたいなと。人間の体ってね、実はその例えば運動するするなりのパターンっていうか、その活動に対するねレスポンスっていうのがね、結構ね、シンプルっていうか単純にできてるっていうか、自分が今まで続けてきたことに関してね、その運動自体を繰り返すことによって、より効率的に、より負荷を減らしたり、より楽にね体が動くようなんですよ。経験上の体の記憶としてやっぱ残ってるんでしょうね。楽に効率よく動くようになるんですよ。それがね、自分が思ったのはね、ジョギングしてる時にね、膝上げなくてもね前に進んでいくみたいな、要はね体自体が主目的がその運動で距離を走る、あるいはスピードを上げるみたいな、そっちの方向に認識してたみたいで、ただねその辺がね、膝を上げたりね、腰を丁寧にねじったりとかね、そういった一つ一つの運動に心がけをね少し入れるとね、また違ってくるようなんですよね。体はね、本人がね要求する中で最も楽で効率的なシンプルなパターンをね記憶して、よくより楽なね動きを求めたがるみたいな感じなんですよね。やっぱりね、コスパのいい動きにしようみたいな。で、他のスポーツもね、何でもそうなんでしょうけど、基本的にはサッカーのゴールだってですよ、余計な動きをせずにそこを目指して、ゴールさえすればいいみたいな感覚なんでしょうね。もちろんいろいろ指標になるものがいっぱいありますからね、それを避けながらっていうようなことになるんでしょうけど、もちろん私がねジョギングとかね、他のいくつかのスポーツをしてきてね、経験という見地からだけなのでね、他のスポーツに全部一致するかどうかは皆さんのねやっぱり体験とかがものを言う世界なのでね、それもお考えになってみてくださいねということですね。例えばね、陸上とかね、駅伝とかね、ジョギングでなく速く走るという観点がね、駅伝とかリレーとか速く走るという観点がね最も要求されますよね。私が思ったのはね、ジョギングとかはね、普段からね競争相手もいないしね、無理する必要もない、体もローコストでいいだろうと。そしたら体自体がね、作り自体もねローコストになってくるんですよ。そしてね、腰曲がりがね結構ね、意外とねジョギングしててもね痩せにくかったりするんですよね。それどういうことかっていうとね、ジョギングしててもね、腰を支えるね骨盤、大腿骨あたりの環境が変わったんじゃないかなと思うんですよね。で、走るためにはね、それぞれ左右のね大腿骨そのものの間が空く必要がありますけどね、今度はね腰の縛りを司る筋肉が動きにくくなったんじゃないかなと思ったりするわけですよ。走りすぎてね、大腿骨のね周囲の筋肉が広がることだけをね覚えてね、縮まることがなくなったんじゃないかなっていうのはね、結局ジョギングしてると上に飛び上がりにくくなり、かつ腰がねちょっと緩んだような、なんかそんな変な感じがあったんですよ。それでその感じをね絶対なくさないといけないと思ってね、そのなんでかっていうと、結局腰自体が少し緩んだような、なんかそんな感じがしたんですよ。
で、そういった意味合いではね、腰自体もね締めないといけないってちょっと思った次第なんですよ。ジョギングばっかりしてるとなんか腰がちょっと開いてくるなみたい なんかそんな感じがありました。それでね、開いた腰をどうやって縮めようかなという話なんですよ。で、先日ねお話し差し上げたその大腿骨の付け根あたりをの筋肉を動かすっていう意味合いで足上げとか言ってましたね。あの辺あたりにね他の運動いくつかね追加してね腰をね締めるような運動をし始めたら腰がねやっと落ち着いてきました。ちょっと広がってた腰が少し締まったというかなんかそんなのがあります。でね、この辺ねジョギングっていうのはね意外といいんですけども、いくつかね他にもねちょっとこれどうかなと思うところがあって、例えばね私大胸筋っていうか胸の筋肉もね結構鍛えてたんですけどね、この大胸筋がねジョギングやってるとね萎縮することに気づいたんですよ。そんなことないんじゃないって思うかもしれないんですけど、ジョギングって力抜きますよね。そして意外と肺を使うので、そういった意味合いでは肺が常にまあ開き気味大きく開き気味なので、そうするとねジョギングで体揺れるじゃないですか。そうするとねその振動によってね脂肪分もなくなるけど筋肉もなんか減ってくるような、なんかそんな感じだったんですよ。でそうするとジョギングが終わったら今度肺がちょっと締まってくるんで、そしたらあれ大胸筋ってあれ減ったみたいな、そんな感じになりました。ね、これね意外とね女性の方は大変だと思いますよ。大胸筋どころかね大事なね大胸筋の前の脂肪部分がねなくなったりしますからね。まあ気にする必要があれば気にしないでやってらっしゃる方は別にいいんですけどね、間違いなくやりますよ。なのでその辺はね維持するためにいろいろお考えになった方がいいかもしれません。そしてね先ほど言いましたところのね腰の引き締め、これはね皆さん実は使えるんですよ。というのはね足腰ってねいつも使いっぱなしだとね足自体がね、まあ、特にジョギングとか走ることばかりだから足を広げることに重きを置いてるから、同じ形でね体は広げることに重視をして逆にそれが普通の体の形になっちゃうんです。でそうなるとどうなるかっていうと、まあ、要はその開いた形が標準と体がもう覚えてしまうので筋肉のつき方とかもう当然そういうふうな状況が普通だと認識するんで、まあ、要は腰回りを締めることがないんですね。だからそうするとこの腰回りを締めるような先ほどのね足上げをしたりいろいろしたりすることによって、だからもうね私実はジョギングやめて今足上げ結構重視してるんですよ。腰を締めてね締めつけてちょっとたるんだ腰じゃいかんかなと思って、まあそういったところがあります。でね立ち仕事される方はね特に聞いておいてほしいんですけど、立ち仕事してらっしゃる方ってやっぱり足先とかねむくみとかね結構あると思うんですよ。足先の痛みとかね、そういった時にね何をすればいいかって話なんですけども、横になる時にね足下にねクッションを入れてね膝下でもいいんですけど足先がね心臓よりもね上になるような形でね寝てみてください。普段のお休みの時なんですよ。これね夜ねこの足上げをするだけでね血の周りが全然変わってきます。すごい快適になります。疲れが取れたような気がします。これでもね1日2日じゃダメなんですよ、ね、立ちっぱなしの仕事をする場合はねこれをね毎日毎日することによってねだんだん疲れがね足の疲れがなくなってきます。これねでもねやりすぎるとね上げすぎたりすると腰が今度はね変ななってね痛くなったりする、そういったこともあるのでね要注意ですよ。なのでね体はね少しずつ意見を体のことを考えながら体のことを見て意識しながらやってみてください。で体のコントロールとしての内容は以上となりますね。そしたらね冒頭の話に戻りますけどね、皆様相続登記終わってますか？来年義務化なので要注意ですよ。義務化について注意しないといけないポイントがありますので、ぜひクルフィスにお電話ください。相続登記はクルフィス。そしてね相続した後のね不動産の売却、結構皆様お困りですよね。例えばやっと相続時終わったのに売却先が見当たらないとかね、そういった時はね不動産会社の扱いで不動産の価格って決まったりしますからね、
クロスにぜひご連絡ください。いい不動産会社知ってますよ。土日も空いてる098-963-9959クールオフィス、いい不動産会社ご紹介できますよ。さらにね、小規模事業主の方や個人事業主の方、皆様の事業は順調に推移してますか。皆様ね、5年先のことを見越してですね、あなたに次ぐ後継者のね育成を始めましょう。それとね、御社の客観的な資料が重要ですよ。詳しくは電話かメールで合併 M&A クールオフィス、ウェブページはクールオフィスで検索。本日の話題は紫外線過敏症の解説とか、法律アルカルト外国版変わった条文を説明させていただきました。098-963-9959トーキークール、お相手はヒュッキーでした。それでは皆さん、また来週。